デビューチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。D-BOYSの陣内翔です。山田裕貴です。さあね、デビューチャンネルをご覧の皆様も、月刊デビューをご覧の皆様も、きっとこう芸能界にデビューしたいという方が多いと思うんですけれども、いや僕らも本当にこうあの時勇気を出してね、うん、不安だらけでしたけれども、そうですね、もうあの時一歩踏み出してよかったなって、今だから言える、うん、なんかそういうのは実感するよ ね、 そうだね。この動画を見て今ちょっと迷ってる人もいるかもしれないですからね。そうですよね、うん、この動画を見て、うん、一歩踏み出そうって思ってもらえればね、うん、いいなと。だからそうなるとね、うん、俺らも一概にだから今は他人かもしれないけど、もしこの動画を見て、あ、背中押されましたってもしなったとするじゃない、うん、それでその人と出会ってさ、うん、山田さん、あの時あの動画見て僕一歩踏み出したんですよなんて言ったらさ、もうその人の人生に俺らも関わっちゃうわけだからね。そんな素晴らしいことはない、ね、これは僕らも嬉しいですね、うん、ぜひ一緒に共演とか戦っていきたいですよね、うん、そうですね、うん、その一歩が大事ですからね、応募するっていうね、うん、この一歩がなかった場合どの絵面になるかっていうのをご覧ください。こうなりますからね。2人ともいないわけですから、ね、こうなってしまうから、この僕らは本当に2人とも一歩踏み出したからこそ今この動画があるってことなんです、うん、本当にあの時一歩踏み出してよかったなと、そうですね、しみじみ思いますね。デビューさんにね、デビューさせてもらいましたっていうね、うん、ことになればね、もうデビューさんもね、まあお後がよろしいようでいいですか、はい、はい、やや言うてますけれども、そんな私陣内翔はですね、今度4月から始まります、テレビ朝日系列の刑事110キロパート2にですね、この4月から出させていただきます。またね、林刑事として京都の治安を守っていきますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。はい、よろしいですか。どうぞ。山田裕貴はですね、うん、3月15日から、うん、地方順次公開、映画東映ヒーローネクスト、うん、俺たち賞金稼ぎ団の方に出演させていただきます、うん、ありがとうございます、うん、そしてですね、こちらまだ公開日未定ですが、うん、ガチ版ウルトラマックス、お、こちらも出演させていただきます。失礼します。そして、うん、またこれ映画、6月に、うん、ドレイク、僕と23人の奴隷というものに出演させていただきます、うん、ぜひぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです、うん、この作品を見てね、うん、またあ、俺もやってみようってね、うん、思ってもらえたらいいですね。そうだよね、お互いの作品を見て、うん、以上、D-BOYSの陣内翔でした。山田裕貴でした。